だからそのなんていうの、それをそういう教育を世界の人がみんな、まあ大部分の人がそうでしょ。いやこれ2割ぐらいの人は儲かったと思って終わりたい顔してる人もいるけど、8割ぐらいはやっぱり俺と一緒で何とかして返そうとするっていう、まあそうだと思うね。ここがすごく大事なところ。あの私も含めて知り合いで財布をよくなくす人がいるんですけど、大体戻ってきますね。だから出てくるからまだ不思議なんだな。不思議ですね。降りない。あのなくした人います？戻ってきました？そうでしょう。ね、だってね、諸外国ではね、ある国ではね、車が止まったら来るっていうから、その取りっていうか強盗が来て、その分をもう用意しておくって言いますよね。強盗に渡すの、うん、分を、あの下手に抵抗するとね、あの暴力振るわれる。まあでもう一つよろしいですか。あの先ほど武士道の精神が学校教育に生きてるっていうお話を伺って、あもちろんいろいろ私も思い当たる節があるんですが、そのね、家康って聞くとやっぱり帝王学が出てきて、帝王学っていうのは武士道とはちょっと違いますよね。上巻西洋ですから。そこら辺のその違いとその矛盾というか、あのね、まあ組み立てなんですけどね、あの例えば僕は今義務教育の中で武士道の教育が基本としてあったとしても、そこにね帝王学を義務教育で入れていかないとダメだと思ってるんです。でかつてそのやっぱり言っても幕府のあった時代というのは独裁ですからね。その時代は例えば権力を持っている将軍であるとか、軍のトップであるとか、そういう権力を持った人が帝王学を学べばよかったんですね。で帝王学っていうのは学んだことのない人にとってはなんか威張り散らしてる学問みたいなものと全然違うんですね。帝王学っていうのは権力を行使する人間は自分をどれぐらい律して生きていかなければならないかということを教育を受けるわけです。だから、まあ、近代国家では明治陛下なんかをが今の天皇家もみんな明治陛下をあの尊敬して中心になっている。明治陛下なんてめちゃくちゃ自分を律しられた陛下ですからね。これはもうドナルド・キーンさん亡くなったけど、キーンさんが研究している中で、その明治陛下の時代に世界には皇帝と大帝と名乗ったのが3人いると。で明治陛下は大帝と自らが名乗られたわけではないが、明治陛下はその時代の間違いなく大帝だ。あとの2人は何かというと、ロシア皇帝とドイツ皇帝で、この2人は大帝とは程遠い人間だ。権力の武者だ。でそれの一番ひどいのがロシア皇帝だということを、これは僕が言ってるんですよ。ドナルド・キーンさんが書いたって書いてない。それけしからんで、ドイツ皇帝に至ってはそのロシア皇帝を尊敬してるからもう話にならないって書いてある。でもしもで、だから世界で大帝と言われる人は明治陛下を置いて他にないって書いて、ちゃんとこれアメリカ人が書いてるんですからね、公言してる。でそれで、だからその中でもしもこのことに意義がある人が世界にいるんなら、いつでも意見は受けてたんです、書いた。でもそれくらい明治陛下っていうのはやっぱりすごい方だったんですね。でだからなんか帝王学を学ぶとね、なんか生活が良くなるみたいに思ってる、学んだことない人は思うんですけど、あれ学んでいくとね、帝王にだけは絶対なりたくないと思うんですよ。それくらい自分を律しないとダメな。でその精神がずっと日本にはあるんですよ。あのやっぱり権力を持つ人、統治の側にまず、例えば自衛官の中でもそうなんですよ。絶対そういう自分を律するってことをやっぱりなんていうかな、是とする教育を受けていく。だから帝王学っていうのはそれはなんで義務教育の中でやらないかんかっていうと、実は民主主義っていうのは民がみんな一票という権力を持ってしまうんですね。でたかが一票というけど、その権力を行使した集大成が日本国家なんだから、だからその一票を行使する人が
ちゃんとした、まあ、言葉でそれがいいか悪いかですね、正しい生き方をする人でないと、これがいい加減なことをやるやつに一票という権力を渡してて、それが大多数になってしまったら、それは国家としてはもうむちゃくちゃになる。だから義務教育の中でやっぱりその帝王が来ても全部の子どもたちにやっぱり義務教育の中で教えておく。でプラス武士道の教育がありますよね。で武士道の教育ってのは何かというとね、武士というのはもともとは侍って侍う人なんですね。で、まあ、鎌倉ぐらいまで以前のいろんな権力っていうのは大体お寺に中心になって、そういうところに皆あったわけです。でそこに、財産とかいろんなものがあって、そこの周りを武器を持って守ってたやつを侍っていうんですよね。だから人面に寺って書くんですよ、侍っていうのは。あれは武士とは何の関係もない暴力団なんですね、侍っていうのは。それでそういうものがいて、それで鎌倉時代までそのもうやたら武器を抜いて人を切ったりしとったんでしょう、多分。でなんですが、鎌倉が終わるとき、すなわち、頼朝が亡くなった後に、頼朝の奥さんである北条政子という人が、奥さんですね、これがあの権力の財閥から。その時に侍たちがその暴力団の連中がですね、我々にも土地を持たせる、家を持たせる、財産を持たせろって言って北条政子に迫っていったんです。もう簡単に言えば。で北条政子はそれに対して、ただ土地や何やらを持たせるのは、日本の土地は天皇の土地ですから陛下にお願いに行かなあかんということで、鎌倉から彼女は京都に上がってくる、上洛してくるわけですね。で来て実際京都の中には入ってないんですが、天皇が何しに来たんだって言われた時に、実は侍たちがその土地を持ち上がってる権力で、その時に天皇が分かった、持たせてもいいが、ただ飛び道具を持って周りの人を切ったり脅したりするようなことではダメだ、要はちゃんと定住してそこでその武士として生きていけ、武士で、武っていう字は矛ですよね、矛を止めるって書いてあるんです。武は矛っていうのは槍を指すんですが、槍を止めるということです。それの死なんですね。すなわち人を攻撃するのを武士とは言わない。だから今までの侍とは全然違う。武士というのは飛び道具を抜くんじゃなくて飛び道具を止める。だから滅多なことで剣を抜いてはダメだ、槍を刺してはダメだ、これが武。でそこから武士道というのが時間をかけながら生まれてきて、それでもうこれの集大成というか、だからね、面白いのは、江戸時代っていうのは270年間、明治維新まで戦争してないんですね。もう世界の歴史の中で270年間戦争してない国なんてもう